え、皆さんこんばんは。あえ、こっちか皆さんこんばんは、えー、今日もニコ生えー、泉健太、トークセッション始まります、えー。この番組はですね。皆さんからもえー、様々なコメントも受け付けています。そして、事前に質問も受け付けています、えー、その質問にですね。野党第一党の党首、私泉健太が立憲民主党の代表として皆様にお答えをする。 そして、えー、僕らのですね言いたいこともいろんなことで <laughs> 言わせてもらうというような番組になっています。えー、今日は第十二回目でしたかね。もうあっという間にそんなもうね二週間に一編とはいえ、結構なんかえもう次の回かっていうぐらいに僕的にはもうなんか日々いろんなことをやってるとあっという間に、えー、例えばこの間四十九歳になりまして。 はい。散々ねえ、岸田さんと一緒なのとか、C さんと一緒なのとか、そういう話、誕生日がみんな一緒なんですよ。岸田さんも C さんも。えー、え,え、日にちまで一緒で？日にち一緒なんです。えーえー、これ年まで一緒だったらちょっとまずいですけどね。<laughs> 僕が一番年下ですけど、日にち全くあ占いが同じに出るみたいな。<laughs> <laughs> そうなの。確かに 占いね多少あのでもなんかね誰だったかなこのそう記事に出たんですよあのどなたかが占いしている記事が出てて基本的な性格は確かに似てる部分はそこはあるんだけど一人一人やっぱり生まれた年とかによって変わるっていうのがなんかね最初に獅子座49歳四月29日はなんかその。 人押しのけてでも前に出るタイプが多いみたいな風に書いてあるあ、ね、でもその後に岸田さん泉さん c さんって個別に書いてあって、うん、泉さんはそうさほどでもないみたいな感じ。<laughs> うんなんかこれバランス取ってんのか <laughs> ん中途半端なのかみたいなねそうそうそう前でそうなんです <laughs> そうなんですよ三名映ってますからご紹介させ、ね、<laughs> さてあのこの方々は誰なんでしょうということでですね、えー、お隣が 現在東京都議会議員、安倍由美子さん、そしてつい先日、立憲民主党のこの150議席を目指す、150議席を狙う、その一人に決定をいたしま,したま東京3区ですね、はい、東京3区、ですから、まあ、品川区が中心ですねとは島しょ部になります島しょ部というのはあの、ねあの、伊豆諸島小、ね、小笠原。はい日本で一番 ごめんなさい<ー>初めてなもんで失礼いたしました。日本,えー、日本で一番長い選挙区でございます。そうか縦南北にそう船で一週間。そうですね。<あ>沖縄だったら沖縄四区だけが一番下の方だから沖縄よりも長いってことねえあ大変な選挙区ですけどそこでこうして候補者になっていただきました。我々立憲民主党必ずこの東京三区取りたいと。 いいううふに思ってますぜひ皆さん選挙運動を大そうとか、船で1週間とかそうですね、だから選挙期間中には行けないということですので、離島も回られますかという質問がありますが、選挙期間中じゃない感じでそうですね、選挙になってからだと、多分もう行っても帰ってこれないうちに終わってしまうというこれね、確かにね、衆議院国土交通委員会が小笠原に視察に行くのがあったんですよ。 そしたら船で行ったんですね。船で行って現地に着くぐらいの時にこのままだと警報が出て帰れなくなるって言ってそのまま船で帰ってきたっていうのがありましたね。ああそうなんです。そうそうそう。僕に、ま、の方はね、えー、あの飛行機自衛隊のヘリか何かで行かれることが多いという風うに聞いたんです。であですね、まあでも内容によりけりだと思す。だからドクターヘリだとかは運用されてるわけですよね。あの患者さんがもし急患さんがいたらねこうヘリだって言ってこう。 してくるっていうね。うん、ありがとうございます。ますええ、そしてもう一方ですね、武蔵野市議会議員の川名優二さんです。はい、こんばんは。こんばんは。<ー>決して怪しいものではありません <laughs> 決してってどこから怪しいというその。<laughs> いやいやよくあのねあのあのよく子供たちの絵本とかで顔を逆さにしても顔になるっていう <laughs> あ。あ言っちゃった。<laughs> すごいすごい。 みんな選挙ポスターはイラストしか使ってい<ー> <laughs> なるほど。いや実はこのお二方はですねの立憲民主党の女性議員ネットワークと自治体議員ネットワークの夏季研修会っていうのをやったんですね、まあ、ある意味、そこのまあ代表的なお二人と言ってもいい方々でして、まあ今日どんなことをやったんですか、どっちでもいいですけどいきなり言っちゃっていいですか。いいですよ 今日は、あの、うん、自治体議員が泉代表と。岡田幹事長と。やりましたね。長妻政調会長を呼び出して。党をどうする、こうするって話をずっと。い。言いたいことを言いながら、意見交換をしたっていうのがありました。うん、特にね、さっきもありましたけども。立憲暗いよ。何とかしてよ。何。で<も>暗い。 <laughs> このスタジオのように明るくしていこう,う、ね、というのが今日の趣旨かなというところで、呼ばれているのかなと思ってますその立憲、暗いっていうのは、具体的に何か言ってました、たちょっとそこに絡んじゃいましたけど私自身は明るいんですけど、そうですね、菅野、はい、さん、明るいと思うんで、<laughs> 安倍さんも明るいですよね。なんかそういうイメージが広がっちゃってるっていうところなんですょね、実際そういう人は、あんまりいないとは思うんですけども、うん、そうなんだよな、立憲、いや、支持者が暗いってこともないと思うんだけど、なんとなく、 ななんとなくあ,なんかありますよ立憲くらいって、ななんいやー、でも、息子、今、大学生なんですけれども、やっぱりなんか、こう高齢男性のイメージが強いと、高齢までは言っていない女性議員の立憲の私に息子が言うっておかしくないですかね、あ<ー>一番身近な立憲の議員は女性でしょっていうんです,けどそうですね。<laughs> おかしいですよね,で,すねでも何かイメージが若い人の中にできてきてしまっているというのはこれはでもちょっと真剣によく大学教授の分析によるとで皆さんも知ってると思いますけど確かにその一時期保守と革新っていうふうに覚えてきた世代があって僕らより下ぐらいはもう保守と革新じゃなくてむしろなんか変えようとしてる方が自民党とか維新とかで。 なんか変えないように頑張ってるのが立憲とか共産みたいな風になってなんかその辺からその改革と保守のイメージが一部若者の間で逆転してるっていうんですよね。うう確かにあの国会で自民党がこう進めようとしていることにいやそれは違うでしょって僕らが言う機会がどうしても世の中で伝わっちゃうのでマスコミが。 あの止めてる立場になっちゃうわけですよね進めてるものもいっぱいあるんだけど、止めてる立場みたいに、あそうマイナンバーのことってのは、これもそうであの、僕らは別にデジタル化に反対でもないしあの、おかしいことは止めようよって言ってるだけなんだけども、なんかこう、全部止めようとしているように見えてしまうみたいな、でそういうところがもうちょっと変えなきゃいかんのかなと思いますよね、うん、泉代表になったから、明るくなったっていうコメントがあるけどあも,もっと明るくします。 ええ、僕もあのちょっとね、なんで痩せたんだっていうのは、ずいぶん聞かれましてね、皆さん、今日もコメントあの、ありがとうございます、うん、そうですね、だから、あマイナンバーのことはですね、さっきなんと NHK のニュースで、岸田さん、実は結局、方針変えないっていう話になって、速報が流れたんですよね。 ちょっとそれはあれ岸田さんなんか今のこんな流れから違うんじゃないのと自民党の幹部までこれはもう一旦延期した方がいいんじゃないのと廃止までしなくていいんじゃないのという話だったのがちょっとそんなふうにえとマイナンバーは後でまたね確かあの質問をいただくということになっているのでまあそこはちょっとあれしてですね今日でえっとその他には自治体議員ネットワークとか女性議員ネットワークはああ女性議員ネットワークの方なんですけれども一応研修会としては。 合同でやったんですけれども女性議員ネットワークだけちょっと早めに集まってですねそれであの女性差別撤廃条約これ日本基準は批准しているんですけれども、はい、それに実効性を持たすために選択議定書っていうのがあるんですが、うん、これがですね日本は、えー、ずっと批准をしないままできてしまってうん、うん、でそれを、まあ、国会でもぜひ動かしていただきたいと思ってるんですけど全国の自治体からも意見書をどんどん女性議員で上げていきましょうという。 うんまあ、アクションを呼びかける、うん、う時間を取りましておいしいお弁当なども食べながら食べると、ね、やっぱり仲間意識って,出てきますいけれてなんで、ねまあ、はい。<laughs> 選択議定書についてこれから意見書を上げていきましょうというふうに皆さんで確認をし合った、うんうん、でもそれを国会でどのように受け止めていただけるかというのが肝ですからこ,こはそれはやっぱり、はい、安倍さんが国会に来るしかないんじゃないですかいや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 ,いや私も頑張る、はい、でも今の国,国会のメンバーもやってもらわないともう,ら、ね、もうね失われた30年ですからねこの前も、ね、言いましたけどこの番組で言ったんですけど やっぱりあのジェンダーギャップのね指数のランキングでやっぱりこのせっかく教育までは日本はトップレベルで女性も男性もみんな受けているのにそこから世の中に出た途端に女性がこうど,んど,んどんどん出にくくなるあの昇進もしにくい政治家ににもななりにくい国なんですよねこれはやっぱ本当にもったいないしあのやっぱり男性の育児・家事時間が極端に短いとかそういうこともやっぱり。 こうね、女性が世の中に出にくい環境になっているので、ね、これは女性の社会進出とともに、やっぱり男性がもっと家事、育児にちゃんと取り組まなきゃダメですよということですよね、うん、でそういうことも僕らやっぱりやっていきたいですよね参議院は女性が多いけど、衆議院がやっぱりね、まだ女性が少ないイメージで立憲民主党でねこう、ジェンダー平等の指数、これはね、上げてきますよ。うん 家事してますよ僕。はい。家事してんのかってありますからね。うん、家事も大切ですけどやっぱり法律から変えていかないと分かないと思っておりますんで、いやおっしゃる通り。いや衆議院は地方から、うん、あのやってなんて言いたいんですか。毎週のように行き来をするというのが女性にとっては大変しんどいっていうのがあって衆大衆議院少ないのかなと思ってます。ある僕の同期の議員さんがちょうど出産をされてて、うん、飛行機の中でお父を 哺乳瓶に入れて絞ってね、うん、で行き来してたこともあったなんて話を聞いて、うん、男の人では考えられないなんかこう精神的なというか肉体的な負担みたいなねそうそうですからこの前もあのやっぱり先前回はここで若者に来てもらったんですよ、うん、その時もその学校における生理休暇 っていうのをもっとちゃんと認めてほしいっていう話になってそれもやっぱり男性ではわからないよねっていう話だったりするのでよくねそのあの議会っていうのは別に男性女性関係なく能力のある人が来ればいいんだっていうふうに言う人いるんですけど別にその決して能力順で議会に来ているわけじゃなくて結構運動の体力論ねこう精神論体力論の勝負みたいなところもあるので。 やっぱりそういうところでは、女性があの勝ちにくい環境ってやっぱあるんですよね。これもやっぱこう変えなければいけないということじゃないですかね、うん。ありがとうございます。自治体議員さんの皆さんの今日こう盛り上がりとか、あと、まあ立憲の自治体議員をやっていて、こうでは一言何かありませんか？ えっと今日の研修会は、元三重県知事の北川正康さんに来ていただいて、うんああのえー、ローカルマニフェストの運動の,の。やっぱ地方議会を変えていくことで、日本の政治は変わっていくと、地、うん、方の政治も変わっていくんじゃないかと、はい、その先頭に立憲が立たないと、うん、この日本の民主主義、もうやばいぞと、うん、今の政治でいいのかっていう、かなり激を飛ばされましたね。元自民党の国会議員に 言われて立憲民主党がここで立ち上がらないといけないんじゃないのかなと私はすごい痛感をいたしましたね。そう、北川先生が来てくださって岡田幹事長が今日ね僕の後に講演をしたんですけど、ね、岡田さん言ってましたよねあのちょうど北川さんが自民党を辞めて岡田さんが自民党を辞めて改革派で同じ選挙区から立候補してたてんですよね。 で岡田さんは北川さんに選挙の得票,票数では負けてたっていう話を <laughs> 岡田さんして強敵でしたなんて言ってましたけどね。お互い仲がいいんだか悪いんだかよく分からないです <laughs> 今日はね、微<妙>結構ね、だから僕はあの、ねあの職員、党の職員から北川先生がその岡田さんが講演中に先に到着したわけですよ。で、15分後から講演っていう時にわざわざメモを持ってきてこのあと、北川先生あの、代表幹事長と 自治体議員の皆さんで写真撮るってことになってたんだけどメモ持ってきてあの一緒に北川先生も入れていいでしょうか <laughs> 岡田さんにこう見せて <laughs> 岡田さんみたいな感じで <laughs> そう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 そ,うそんなのもやってましまあでも本当お二人とも、まあ、やっぱりこう自民党の政治ではだめだし自民党だけではだめだっていうことでやっぱりこう自民党飛び出して改革派でやってきたのでまあそれでいて こう一人一人のね、生活とか、命だとかを大事にする政治って。考えて、やっぱり立憲民主党に期待をしたいということで、今日は来てくださったのかなと思うんですけどね。はい。そうですね。実際には別に何か,か,か悪くなかったですね。何 <laughs> か悪くなかったですね。結構、後でほのぼのとした空気が流れてましたけど、ええ。それぞれで良かったなと思ってます。<laughs> <laughs> はい。ですね。女性議員は今、じゃあまあ、困って、その議員活動をしていて。 こうやっぱりいい不利だなと思ったりここもちょっと変えてほしいなっていうところさっきのね国会議員であれば地方と国会の行き来これ大変だあとよく言われるのがその朝の演説を果たして毎日やってる議員が偉いのか夜の宴会をはしごしている議員が偉いのかでそこにこう女性議員はどうしてどんな苦労があるとかっていうのはどうですか あの私も最初に区議会議員になった時は息子がまだ保育園児だったんですね、うん、だからなかなかその朝の街頭を継続的に頻繁にするというのは、えー、しんどかったし、まあ、そこまで頻繁にやれなかったです、うん、まあ選挙前はやりましたけれども、うん、それ以外の時はあのかなり間引きながらだったんですただじゃあ,あの子育てしているから朝の街頭はやめるのが 正しいい選択ななのかってうそそれは私は私思わないんですよね、うんうん、やっぱり朝には朝しか会えない方がいますし朝の街頭ってやってると意外に相談事が持ち込まれすするのででそれもあの私が子育てしながら員をするって大変ではあるんですけどそれより何倍も何倍も大変な方っていっぱいいらっしゃるじゃないですか、うん、でそういった方のまあ,ある意味その駆け込み相談室として使われるのはやっぱりあの人が多く通る朝、はい。 のや夕方の街頭の時にお声がけを見知らぬ方からかなり切羽詰まったご相談いただくということがあるのでだから何かをやらない方がいいっていうことはない何でもやった方がいいと思うんですよ。夜だって出られるんなら出れ,ればいいでもできないのであれば別のチャンネルを自分で見つけてそれでまあトータルとして他の方々に引けを取らないような活動量に持っていくと何かはいらないとかいうことではないかなというふうに思ってます。 うん、確かにね、うん、やれるんだったらそれはやっぱりやねやらなきゃいけないなと思うしもちろんそのね朝の演説にしろあまあじゃあ朝の育児にしろ夜の育児にしろ別にそれは女性だけにやらされる役割ではないわけでねご主人にや当然やってもらうっていうかね、まあ、配偶者伴侶かねやってもらうっていうのでも全然いいと思うし堂々とね <laughs> うちはワンオペアだったので<ー>全然だめだったんですけどだんだん選択肢がね狭まっていく、うん、でもそれは人それぞれで男性だってやっぱり介護抱えていらっしゃるとかご自分やご家族に病気があるとかいろんな方がいらっしゃるので特に自治体議員ってねいろんなこう状況にある人が多いので、うん。まあそうですね そうですね。コメントにもねあの唯一会っていうのはないよねってい、ね、うね考え方だっていうコメントがありますけど。 そうなんですよこっちの方にニコ生でこうコメントが流れてくるようになって,て<ー>もうすでにコメントは420す,すごいですね、すねもう本当にいろんなコメントが、えー、あの立憲はコメントであの今あったのは飲み会って断れるんですかってそう聞いたことあるんですけどってあるんですけど立憲ないの,のこと、いやそれはどの党だってそれは断る人は断りますよ。立憲は断る 全然その断るケースありますよ。うん。うん、割と自由ですよね。うん、ね,ね。自由自由自由。そう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 ,そう人間の好き嫌いもあるようなんです、ね。うん、なかなか難しい,かもしれないですね。あとねこれ本当にやっぱりあの <laughs> 飲み会に誘ってもらうんだったらもっと早めに言ってくれないとやっぱりこう子供を育ててこのね育児してくれる人がいない調整つかないからっていうことで無理っていう人は結構やっぱいますよね。それだけ多分昔に比べたら。 あの若返りしていたり、ま要は子育て世代が国家議員にはなるようにはなってきているのかなと思いますけどね。うんうん、ね早めにっていうっていうのは大事だなというコメントあります。そう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 ね、ありがとうございます。そうですね。あの会社でももうどんどんあ京都三区で飲み会行きますよ。<laughs> 京都三区で飲み会ってくるって今。<laughs> あの行きます。ええ、いや本当 <laughs> いろんなところに行きましたんで。ええ <laughs> あの行きますよ飲み会。うん、<laughs> でもやっぱり、はい、飲み会もコミュニケーション作りには。うん プラスでではあるんすねだから私は例えば忘年会なんか子供小さい時は一切断ってたんですけれども行、うん、けばいろんな人間関係ができて行、うん、けばいろんなこうお話も聞けてプラスだと思うんですけど、うんうん、ここはしょうがないって諦める、うん、で他のところで何とかするでも飲み会行きたたかったなあとね今どれぐらいもうコロナからこう、ね、5類になってからこう皆さんオンライン 飲みみ会とかかっってて今もやってるんだろうかみたいないや結構飲み会かどうかは別にしてオンラインは僕はどんどんもっと皆さんとやりたいなと思っててオンライン集会ねやっぱこれは意見交換の場としてはだってここにいながらにしてね北海道の人とも沖縄の人とも。 議論ができたりするので、泉さんと飲みたいなってあるからね。そのビント上でやればいいですよね。そう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 やりたいんですよ。ここにビール出してもらったらいやいやいいですね。お酒なしでも大丈夫って話があったね。川奈さん行きたい飲もう。やでもではすみません。それぞれあの好きなお酒ってあるんですかっていうコメントもあったんですけど、安倍さん川原さんどうなんですか。私ですか。もう全部大丈夫。私大体のものは好きです。はい。特に嫌いなお酒ってないかも。 うん、私はもうビール島なんであ<ー>、はい、立憲ビール島に所属して来れます、うん、<laughs> 毎日飲む方だけは楽しみにしてますんで僕はじゃあそれで言うと立憲ポン酒ュ島ですね本立憲ポンシうん、うん、日本酒ですよ日本酒いやだからコメントに昭和の考え方ってあったけど大事なこともありますよねノミュニケーションは昭和も大事なとこってあるような気がするけど <laughs> まあでも<え>あのそうさっき飲み会に行く行かないの話もありましたけどあの酒をもう継がれるのを こう断る人も増えて。俺の酒が飲めないのか、飲めませんみたいな、そういう時代になってる。もう全然、いや、ごめんなさい、飲みますとかじゃなくて、俺の酒が飲めないのかって言ったら、もう。飲めませんっていう議員たちも実は増えてきてるんですよ。うん、若い世代飲まないですよ。飲まないですよね。飲まない、本当飲まない。そう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 。そうですね、強制でなければいいんじゃないかというコメントもありますけど。そう、あるはらだしね、これね。蓮舫さんと飲みましょうっていうのもあったりするけど。うん。もう一度。はい。

僕もモヒート好きなんですよ、うん、岡田さんはね、本当ね、酔わない、基本、まあほぼ飲まない、うん、酔わない、酔,<ー>酔った姿は見ない。まああの本日、前半戦はあの、ええ、お二方と一緒なんで、まだあの代表にせっかくですから、いろいろこうあのご視点、お二人の視点でご意見とかがあれば、あのどうぞかかか今日のお話で質問があったら、そ,ううそれでもいいですよ。喋、はい、りましたんでね <laughs> いや立憲民主党、どうやってもっと明るくしていきますかね、これが一番重要な、最初の話に戻りました。確かにねやっぱイメージがどうしても SNS が広がっていて、悪いイメージだけ広がるじゃないですか、世の中っていい話はまず伝わらないですから、今、嘘を1回、昔は100回言った嘘が本当になるって言ってましたけど、今、1回の嘘が本当になりますからね。確かかかにに動画がとくすごい 作られますよね,ね<ー>僕なんかももう一回記者会見開いただけで「秘宝何々」とか「<laughs> 炎上何々」とか「どこで秘宝やねん」<laughs> どこで炎上やねんと思うけど、炎上と書いて炎上させますみたいなそういう動画ができるんですよね。じゃあってでも書けますああ、そうそうね。なんか切符とかね、いっぱいそういうの。代表会見の証明をよくしてほしいってのあるけどああ、そうね。代表会見の証明ね。いやいやこれはだからこれを持ってったらいいんじゃないかなこれ。ここにあるですね。うん。健太もっと笑ってとか。そうこれはねあの。 単純にやっぱり記者会見で聞かれる話も記者会見で冒頭話する話も基本、深刻な話、うん、ちょっと笑えないですけどき、ね、昨日どこどこ行ってきましたとか岸、ね、北総理おかしいですよねとかなかなかねえやっぱり言えないじゃないですかそそそそう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 ,そうでもね、ねもっと候補頑張ろうってそれはやっぱりそ,うそれはそうなんですよ。 青白く見えるって照明の話も書かれてるけど物理的なところはね僕はねあの日焼けすると黒くならないタイプですねあの真っ赤になるタイプでもともと色白系なんですけどねそんなことないんじゃないですかそんなことないんじゃないですかね、ニコ生の雰囲気好きありがとうございますこういうのをもっと皆さんにそうですねいやそうなんですよ党代表ですからやっぱりねあの真面目にあの記者会見まだまだ何かあれば そう、安倍さん、どうぞ、党に対する要望、意見書は分かりました、それから聞いたんですよ、これから党本部に女性議員ネットワークとして何を要望したらいいでしょうかって話聞いたら、まず出てきたのが、私から言うのもなんなんですけど、総支部長、女性を増やしてほしいというのがありました、これでも、やる人がいないと増えないんですよねそうなんです、そうそう、それはそうなんですよ。 やる人ね今日の自治体議員の皆さんからもどんどん出てきてほしいんですけどね。うん、本当そう思います、ねうん、いや私も一瞬、やっぱり総支部長って荷が重いなって思ったんですけれどもやっぱ東京30の選挙区があってまだ総支部長女性が2人だけだと聞いて。うんえー、それはまずい そうで総支部長にならなかったら、候補者にならない、なない候補者にならなかったら、国会議員増えるなんてありえないじゃないですか。なあないすみま総支部長って何なのという質問が <laughs> そこだそあの国会議員候補者です、国会議員候補者僕もですので、25歳の時に京都3区の総支部長にならせてもらったんですね。 それすると国会議員に立候補できるっていうまあ大体どの党もそんなことになってますね。東京30区で女性2人しかいないってことですか？うん、そうなんですね。これはちょっと有意識事態だなこれ。これから増えていくと期待していいんでしょうか？うん、でも生身の人間がいないと候補者が出ないですよね、うん。そう。いやいやいや。でもね、<あ>東,東京 <laughs> 東京の自治体議員って女性の方はもう何十人もいるでしょ？ まあだいたい半数ですね。半数が女性で、五十人ぐらい？はい、えっとあ、何でですか？四十九パーセントが女性ですから。ああ、ねえ。それでこっから出しましょう。統一地方選挙でも六十人増えたんですよ。立憲民主党で、それだけそうそうですね。女性全国で、イん。強く言ってほしいです。うん、いや本当だ。いやあのね立憲民主党がなくなっても誰も困りませんって言うけどそんなことはないんですよ。うん、そんなことはないです。やっぱり。 あの前もねこの番組で話しましたけど今ねこう例えばジャニーズの問題も今でこそ国連国際機関がとかっていうふうに来たりいろいろ話題になってますけどもちろん立憲民主党以外が取り扱っていただいて全然 OK なんですけどやっぱりここまで国会でヒアリングをして児童虐待防止法を変えようということも含めてやってあのそれが今にもつながってるっていう意味では実際にやっぱり役に立っているしうん、うん。 あの幼稚保育所であの子供があ幼稚園か、幼稚園で子供がが、ね、バスの中に置き去りになって亡くなったっていう時に、井の一番に法律を作って、えー、そして全額補助をするべきだって言って取り組んだのも立憲民主党で、やっぱりね、言わなかったらやられてないことっていっぱいあるんですよ。旧統一教会のことだって、これ自民党は法律作ろうとか、最初からそんな思いだったかったら、全然そんなことはなくて。 やっぱりあの立憲民主党はありがとうございます、必要です、必要なんですよ、もちろんそういう、ね、個別の問題もそうですしあのいろんなことをあの各国会議員がやっていて、えー、この前も、ですねあの上地の党の,あの山野井和則さんという方が夏休み中の学童保育で、えー、お昼ご飯ね,ねこれ、どうするかというところで今、全国的には2割ぐらいが給食的なものが出ていて。 あととは全部親がお弁当を作って持ってて持いいかななきゃいけないとこの夏の期間ぐらいお弁当を作りなさいっていう人も確かにいるんだけど急にそこの負担が親に増えるのでこれなんとかなんないかっていうことでまず実態調査をやれって言ったのはこの山野井和則さんの国会質問で言ってで実態調査が出て政府がそれを発表したわけですよね。だだからそれれっってて立憲民主党の議員が言ってなければ 政府が発表するるここととももなかったっていうこともあるのでやっぱりこう世の中でその今確かに実行するのは政府かもしれないけどそのための例えばその前で言うと子どもの貧困率を出すべきだって言って数値化して見える化したことでじゃあそれを下げていきましょうっていう話もなったりとかですねそういう皆さん役割が立憲民主党にはあってこれはもう野党であってもコツコツあの果たしておりますんで。 こういうことをですね。国でも地方でも、これからも頑張り続けて、この国の底上げをしていきたいというふうに思っております。真面目な話出すと、暗くなるっていう。ああ。それはそうだね。考えたい。いや、そう、今もそうでしょう。やっぱりこう、ね、あの。やっぱり笑っては全部なかなか喋れない。子供の貧困がとか、の真面目にちゃんとやってるなら、暗くてもいいんじゃないっていうコメントもあります。はい、明るく真面目な話の難しい。本当コメントそうなんですそうなんですよ。ありがとうございます。でも、え。 ねまあ、そんなことでこれからはですねまずまあ地方の自治体議会では僕ら今日僕も皆さんにお話をしたのはもう既にやってることなんですけど地方議会でで子ども予算を増やそううとということがまず1つですねあとやっぱり実際にその空き家とか相続だとかっていうのはあるいは孤独死だとかっていう問題はもう地方自治体で日々起こってることなのでそういう,う、まあ、家族の中のこととはいえ お困りごとだとか行政の負担にもつながってきていることが出てきているので、そういうことにも対応しようということ。うんうん、まそしてやっぱりこう地方地域の産業を栄えさせるっていう意味では、今日代表的な例として挙げたのはこの前の放送でお話ししたその先進的マドリノベ事業ってやつですよね。うんうん、やっぱりこう住宅改修とか、えー、中小企業の事業所の省エネ化を進めることで。 地域の公務店にもどん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 仕事をやってもらって地域経済から上げていこうみたいなことも立憲民主党としてどんどん地方でも質問したり予算をつけたりする運動をやっていきましょうねというふうにやっております。うん、皆さん。いやそうなのね。えー、あのお話の時間ですか。ええー、三十分ということで,ですね。もうそろそろなんですはい。あのうん。僕はあの大丈夫ですけど。はい, <laughs> <laughs> い。大丈夫で勝手に言っちゃうわけじゃないけど。いやはい。ではもちろんいいですよ。 はい、うん、あのいやさっき出てきたけど面白かったのはその興味深いというかねあの明るい未来の話をしているとな、はいね雰囲気が暗くてもそれとねあのやっぱ活気を出すべきじゃないかってコメントありますたね活気、ね、っ,ってあるかもね、うんうん、その辺どうですか真面目と活気ごめんなさいね聞かれたことと全然違うこと話していいですかいいよどうでもすどうでいいですよ全然 <laughs> いいです,よいいですよ <laughs> 女性議員ネットワークの方でもう一ついただいてきた宿題があってえやっぱりハラスメント党内で、はい、もっとしっかり やってほしいと研修党内でいろいろやってきてもいるというのも分かっているんですけどでもやっぱりまだまだ地方議員からは特に女性議員からは特に党内のセクハラパワハラこれについてまずは全員に研修をしてほしい国会議員は一応やったんですよねだかからあれな自治体議員の場合ってオンラインかな。 自治体はどうしてもその県連単位になってしまうので、うん、すごく温度差が出てきてしまうみたいなんです,、ね、ですよねだからそのオンライン研修だったら全国一斉にやれるけどそのもしリアルでやるってったら1250人みんな一堂に会してみたいなまずはオンラインでもいいんですよ、ね 必ず受けて企業なんかでもやっぱりあのやっている内容ですので、うんまあ、オンラインでも可能だと思うんですよね、うん、でその後で理解ができているかどうかというフィードバックは必要だと思うんですけれども、うん、各県連に集まってもらって、はい、オンラインでやってもいいかもしれませんしね、まあ、それはあの県連ごとに集まってもらってっていうのはあるでしょうね。テストはやらないんですか ああ、ね。そうだ、そうだ、そうだ。ある、ある、あの、研修受けた後のテストとかもね、あるし。あ、それはいいね。えっと、ドアの場合だと、満点じゃないと、合格じゃない。はい、はい、はい、はい。テストやらないといいんじゃないですかね。そうだ。普通の企業しますよね。そうですよね。ああ、これは、はい、幹事長に言います。うん。また、ぜひ。ちゃんと動画の前で言ってよか。はいや、そうですね。これは進みますね、これ。 幹事長に言います。幹事長、言ってください。はい。約束はい <laughs> は。い。約束です。約束です。はい。頑張ります。え、あ、カノさんどうですか。まだご意見。じゃあ明るい話をしましょういけないですかね。<laughs> あ、そうです。<laughs> 明るい話をいあの、はい、今日もねあの研修会の後で皆さんと意見交換した時には、うん、やっぱ代表がこういう場に入ってきて。 こういう話をできる政党って他にないんじゃないかって話をしたんですよね、きょ<ー>は幹事長もできたり、政調会長も来たり、ね、いろんな話をしてるっていうのないから、うんうん、この中で結構面白い話も出てくると思うんですね。うん、で、この前あの、<あ>代表にあの、トレンのパートナーズの小規模なミーティングにも出てきたそういうところも来て。 最初に来て代表に喋らせないという、まずパートナーズ話を聞けみたいな、それからいろんな意見交換が済んだって言って、まあその後とやっとみんなでこう話をしたら、やっぱ面白いねと、こういう話もっとやりたいと、泉代表はあんないい人だと思わなかったってそう、なかたから。テレビのイメージとさっき言ってたあの暗い記者会見の話だと、あいつらしか見られないんですよ。 ね会見ねえなんか硬いんだよ会見の雰囲気が雰囲気が硬いんですよ。<laughs> 周りが全うそ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 うなんかもうちょっとあーそうそうでね広きの画像もねあれもちょっとえなんとか消せませんかねあれあもう読んでられないですねちょーねえーいやーもう突然でしたからねあれは本当にあの僕ももうなんかもうと急に あの番組あんな雰囲気のものだったんで、あれはもう本当、ちょっとびっくりしてしまいましたけど。<laughs> はいということで、今日は、えー、自治体議員のですねあのネットワーク、女性議員ネットワークということで、えー、お二方に来ていただきました、えー、武蔵野の川名裕二さん、そして東京都議会、品川の安倍由美子さん、お越しをいただきました、これからも立憲民主党の自治体議員、えー、みんな全国で頑張りますんで、皆さんよろしくお願いします。

ねどのニュース番組で握手していなくなる人がいるみたいな <laughs> ついつい目先のああいやいや皆さん高評価ありがとうございます素敵だった頑張ってくださいねあパチパチパチありがとうございます僕がこう終わる時にはこんなにはあの賞賛のコメントが出ないよう <laughs> な,なあんなことないですよねありがとうございます,い,すいや本当ねそう立憲ね仲のいいアピールしなきゃいけないですねやっぱみんなでこう手を握って頑張ろうとかなんか。 ねもうハグじゃないけど、いいね、ちょっとね、もうちょっとそういうこともしなきゃいかんなぁと思いますね、いいねなんかね、いであの、えー、そう議論ばっかりしてるようなね、えー、ところがちょっとあるんじゃないのということですよね。あでは、菜々緒さん、ははい、はいあいあありがとうございます先ほど代表、冒頭、ちょっと触れていただいて、ちょっと質問の順番、あれ変えまして、やっぱりマイナンバーカードですね、マイナンバーカードこれ、先ほど代表もおっしゃいましたけど、うん、今日なんか、 政府関係者の情報として、これ、NHK さんと各社伝えておりますが、えー、検討の結果、来年なきの保険証廃止は今年の6月の法改正に伴って決めたばかりなので、今見直せばかえって混乱を生むなどとして、延期は行わないらしいと。 で具体策としては、マイナンバーカードを取得していない人などが保険証の廃止後も一定の期間は必要な診療を受けられるようにする資格確認書、これの有効期限をなくして使えるようにするという、なんかそういう案で進んでいるらしいといや、これね、僕もね、岸田さん、ああ、いよいよ言うことを聞くんだなと。 で今もねコメントで資格確認書なんかいるかねっていう話でこれそもそも去年の骨太方針去年の6月の骨太方針の時に2024年度中をめどに保険証発行の選択選択制の導入っていう風になってたんですよその時は。だからみんなそれでいくと思っていてまあ 保険証は確かに原則,原則の廃止を目指すではあったんだけれども選択であって申請があれば保険証は交付をするっってていうことになってた。だからやっぱりその方が利便性っていう話を2回ほど前に話をしたんですけどやっぱり人によって利便性って違うっていうことなんですよ。一つにまとめた方が便利っていう人もいるし一つにまとめるとリスクが高いっていう人もいるし分けた方が便利だっていう人もいるわけですよ。 やっぱりそういう選択ができる方が実は皆さん満足度が高いんじゃないのっていう話だと思うところを河野さんが、ドゥワーッと去年の10月にもう2024年秋にやめちゃいますっていうふうにしたもんだからえっと逆に混乱してるわけです、逆に混乱してるじゃあその混乱を元に戻して選択制にしようよっていうふうなことの方が混乱は収まります、岸田総理混乱は収まるんです。 なのに結局、その混乱状態のものを続けようという考え方っていうのはこれは僕は総理は誤ったなと思いますねんあのなんか早ければ4日、今週の金曜日に総理会見で表明されるようなんですが、うんうん、今、実はコメントです,、うん、ですね。 資格確認書とこれ結局有効うと要するに期限設けない資格確認書であればこれ保険証とイコールなんじゃないですか、ね、そうイコ,ールイコールだし逆にわざわざ今の保険証があるのに資格確認書を発行するのでそこにも多額の行政コストと事務がまた発生しちゃうわけですよ。ななんだだかなという話ですよねその方がが、あのー、多分手間だし予算が無駄に これ、資格確認書っていうと書類みたいで、実際書類なんですけど、そらくこれ、カードになるんじゃないですかね、資格確認カードなんだかねって話なんですよね、ですから、りまあがとうございす質問2問目なんですけれども、国民民主党の代表選について、ですね本日、玉木代表に続きまして、前原代表代行も出馬表明されました。 ごめんなさい前原さん代表代行は非自民、非共産の枠組みで政策単位で野党を結集し政権交代に道筋をつけたいとのことを言われているんですがこれ泉代表としてはこれ代表選の結果によってはです、ねうん、立民との選挙系協力が進む可能性が出てくる。 ね、まあ僕らとすればそれはどの方が代表になっても、あ確かにやっぱりねあの連携はするべきだし、その自民党との両に並みではなくて、やっぱり戦う立場でいこうよということじゃないかなと思います。その第二自民党ではねやっぱり一貫わけだし、その自民党の何々役みたいなことになっちゃっても自民党の。 を周りでこんな役割を果たしますとかじゃなくてやっぱり自民党とは違う政権を作りますっていうその志でやっぱり前に進みたいなとは思いますね、うん、少なくとも前原さんは非自民ということを言われてるんで、うんはい、前原代表代行としては 第二自民党とか改革自民党とか、うん、そういうことは考えてらっしゃらないなまあまあそれはそういうことなんでしょうね。まあ、だもうあのとにかくやっぱりあのね国民主党のことではあるのでえそれはもうとにかくその代表選まあ大いに盛り上げていただいてえなるべき方がなるということであるしまあその中でも一緒にやれてきたところも多々あるところなのでえやっぱりこう自民党と 一緒にやりますということではないもう一つの選択肢作りをしないと結局ね自民党が政権与党の前提でどういう役割を果たすっていうことが最近は随分こう注目を浴びがちなんですけどそれだとやっぱり政権交代って結局起きない国になってしまうので皆さん本当世界の中で政権交代が起きていない国って思い浮かべてもらいたいなと思うんですよ。 日本の近くにもありますよね、だから政権交代のない国っていうのは、やっぱりちょっと異常なんだと、むしろ、だから政権交代の起きる国にしていかなきゃいけないんだという目標は、そこはやっぱり僕はあの多くの政治家の方に持ってもらいたいなと思い幹事長が、岡田幹事長が1日にです、ね、非常にこれ、注目していると。うん 発言しました。はいはい、えっと泉代表はどういった観点からこのまあ多党のことではありますが、うん、ああ国民民主党代表選をご覧になっていくんですかね。まあとにかくやっぱりあの地方に行ってどの地域でも一緒にやれよっていう一緒にやってよっていう声はやっぱりあるんですよ。でそういう声に向き合ってもう一つの勢力づくりをしていくということに力を入れていくと。 うんまあ、そこは新たな相乗効果というかあの期待感はやっっぱり高まっていくのかなと思うんですよね国民主党には国民主党のいい部分があるし立憲民主党にも立憲民主党のいい部分があってそれがやっぱりこう合わさってよし一つでやっていこうということで、まあ、かつては民主党と自民党の政権交代というのが、ね、あのそういう政権交代を競い合うような状態というのができていましたから。 まあそこはやっぱりその構図をもう一回取り戻していきたいなと思います。よね、うん、ありがとうございます、はいえー、最後の質問なんですが、昨日ですね、立憲民主党はあの一連の週刊文書の報道について、警察庁や内閣官房の関係者からこれヒアリングを行ったと思います。何のやつですか、えー、山 木木原官房副長官木原官房副長山、うん、野井さんと後藤さんでしたかね、うん、お二方が警察関係者にヒアリングを実施したんですけど、うん、これ、なぜそのヒアリングを実施されたのか、また今後、党として、対応っていうのはお考えなんですか、うんまあ、これ、ね、いわゆる警察絡みのことなので、まあ、捜査だとか、ああいうことを見守らなきゃいけないというのは基本的な立場ですよね。そこに あの、この人は、あの、犯人だとか、犯人じゃないっていうのを政治家が言うっていうのはおかしな話なので。それはちょっと置いといてですね。あの、今回ヒアリングは、あの、あくまで、大々的にやったということではなくてですね。あの、最低限のことの確認をした、ということが主眼です。で、それはですね。木原さんは、まあ、さはさりながらと言った官房長官、現職の官房副長官。ですので。その現職の官房副長官が。 こういったさまざまなことが報道される前まではあの記者の取材に応じていたりやっぱりその鑑定の情報をを世に発表すする役割を持ってたわけですよねでそれが今回の一件が起きてからパタッと止まってしまっている状況があるのでそれは機能してないんじゃないかと現状いかがかということを確認するためのことだったと。はい やっぱり、ね、あの一議員ということであればそれはもしかしたらヒアリングまで行うような話じゃなかったかもしれないんだけど官房副長官という公職を持っているのでそれが機能しているか機能していないかというのはこれは国家の問題ですからえそういう意味で僕らはあまずはあの内閣、まあ、官邸のです、ね、内閣官房だとかそういうところに確認をしたというのが今回の目的ですね。わ、うん、かりりりまままししたた、はい、以上ですすああががととううごござざいいいは はい、本日は前半、えー、ゲストを招いて進めてまいりました、でもう後半戦、15分ぐらいなんですけど、えっと、代表、今日、何か、代表とあますかはいえっですね、まあ、賃上げ最賃、最低賃金ですね、これがまあようやくあの1000円を突破したと、もちろんあの各都道府県ばらつきあるんですが、いわゆる平均、過重平均というところで、えー、1002円になったと、日本がですね。 これはもう過去でいうと上げ幅は、まあ、あ結構大きかったという話なんですが改めてですねまずこのちょっと表を見ていただきたいのね世界との違い平均1000円でも安いんだよというところでですね最低賃金日本の実情ということで持ってまいりました。これ2020年の1月 まあ2020年、日本の場合はちょっと2020年の改定が夏だったのでその時点での数字になってますがイギリス、フランス、ドイツオーストラリア、韓国とまあこういう形でずらりと2020年時点ですがこれ2020年1月のコロナのまあほんと直前ですよね、うん。 はい手作り感満載です最後はねちょっとねあの <laughs> 作ってもらったやつ間違ってたんであの手直ししてしまいましたまさに手直しですねこれね手,手で直してしまいましたすいませんここはちょっと可愛くて申し訳ありませんがこれ2020年コロナの直前から今年の6月までの間に各国がどれぐらい変化したかなんですこれ見てくださいイギリス690円もアップしました<ー>と、ね、<ー>フランス508円 ドイツすごいなこれねオーストラリア509円アップもう2000円近くになってますよね最賃が<ー>で日本は902円だったものが1 0 0円になりましたので100円アップこでこれがねあの過去よりも水準が高いからいいよかったよかったって言えるのかどうかなんですよこれ本当コメントでうーんってありますよね<う> これね<ー>だから過去と比べて上がってますだけじゃですねやっていけないっていう話なんですね。<ー>でじゃあこのまあもちろんね多少その物,物価の上がり方が違うとかそういうのはありますよだけどこれ改めてですけど1002円じゃあまあざっと1000円で言ったところで、えー、我々よく言いますが1日8時間働いたら8000円ですねと。 じゃあそれでまあ20日間働いたら16万円ですねという話まあもうちょっとじゃあねえ25日働くうそうしたらあさらに8万円アップですか24万円という話にはなりますけれどもまあこれなかなか生活するのにきついんじゃないですかということですよね。ででですねそういうういい中で最低賃金っていうのは まあ海外で最低賃金だけでもこういうふうに上がっている、イギリスなんかはですね今年だけで、単年度で180円も上がってるんですよ、180円上がってる、1ポンド上がってるわけですよ、日本は本当、そういう意味では、ね、40円上がってますとかっていう話なので、うん、まあそういうような話なんですけれども、あえー、そうですね。はい えそれでですね考え方としてイギリスなんかにですねこういう考え方がありますよっていうのをですね紹介したいと。これですねあのウェイジっていうのは賃金って意味ですね生活賃金生活賃金という言葉でして最低賃金っていうのはまあ市場で決まってきますという話であって決してこの人が 一月いくらもらえたら安心というものを指してるわけではないわけです。最低賃金で。で、このリビングウェイジっていう考え方は。最低限の生活水準を維持するために必要な。生活費に基づく賃金の加減を算出しますと。いうことなんですよね。あ、こういう考え方。そう、リビングウェイジっていう日本語あったよねっていう人はですね。実はこの国で。 おそらく相当少ない数の方しか知らないこう国会委員たちでも知ってる人本当少ないんじゃないかなと思うんですただですねなんとあの労働組合の連合がですねちゃんとこのリビングウェイジっていう考え方で2003年ぐらいからデータを作り上げていてですねじゃじゃんと連合さん偉いなと 別にあの連合さんのアピールじゃないんですけどでも本当偉いいなと思いますよこれちゃんと連合リビングウェッジ要はイギリスでやっていることイギリスの場合はですね教会労働組合 NPO だとかがみんなで集まってリビングウェイジファンデーションっていうのを作ってそこでこういう計算をして1月これぐらいかかるからこういうぐらいの賃金水準が必要だよねさらにその賃金水準をが必要だよねって言うだけじゃなくてイギリスの場合は。 それをその水準を満たした企業を認証するでこの企業はちゃんと出してます企業ですよっていうことを公にも分かるようにしてるんですよねある種プレッシャーをかけてこれはねなかなかいい方法だなと思うんですよでちょっとね数字細かいんで見えるかな見えるかな、えー、これ2021年の連合リビングウェッジでですね 例えば、埼玉県で暮らしている場合っていうことで、表を作ってみましたと。で、単身の大人の人、ひとり親家庭、そして夫婦二人、そして、ひとり親だけど子供が二人、そして夫婦二人で子供が一人とか、まあそういうふうに、夫婦二人、子供二人とかですね、子供も小学生、高校生とかって、こう、いろいろと場合分けをしてます。どれかのモデルには皆さんはまるでしょうということで、で、この、さっき言ったリビングウェッジっていうのは、 その世帯ごとで当然住んでる場所もちょっとずつ実態って変わってくるよねともちろん例外もありますが単身者であれば普通 1K に住んでますねとでえ2人世帯であれば 1DK に住んでたりしますよねそれ以上になったら 2DK4 人になったら 3DK に住んでたりしますよねっていう,こうモデルを定めてそうすると家賃がどうなるかとかそうすると食費がどうなるかとか。 そういうことを一個一個こう計算していくわけです。例えばですね、これ食費のところだけちょっと抽出してるんですが、一人暮らしの場合の月の食事って3。三万四千八百三十一円。平均で埼玉の場合かかるんじゃないのというデータですよね。これもですね、ちゃんと外食費とか、えー、飲み会代とか、一、えー、日の内食、家で食べるものとか、そういうものも。 ざーっとこう数値を作ってですねそして子どもだったら少なくて大人だったら多いとかそういう計算もかけてこの数字っていうのを一個一個出していきます同じようにということで、まあ、居住費だとかもですねこれ4万9,000埼玉で1人暮らしするんだったら平均的には4万9,000まあ今も多分5万円超えちゃってますけどもねそういう風になってますよとで親子4人で生活していたら7万4500円ですよと、まあ、こういうふうな数字が出て これがざーっといろんな項目、えー、食料費、住居費、ガス代、電気代、家具代、家事用品、水道代、保険医療費、交通費、通信費、教育費、えー、そして娯楽費まで含めて、ざっと計算をしますとということで、ここに年間必要生形費というのが出てくる。 だから単身者であれば年間でそういうものを大体足し合わせた177万9千円ぐらいのお金を使いますよそれに加えてですね下必要生計費だけじゃないよねと税と社会保険料も納めなきゃいけないよねということで言ってくると下に生活のために必要なお金っていうのがまた出てくるわけですこれが単身者だと200万円超えますねと。 そして4人家族だと約600万円ぐらいですね上の青い部分が車を持っていない家庭です下の車を持っている家庭になるとこれ税がかかってくるんでやっぱり大体年間のですね自動車関連の税って60万ぐらいそうなんですよこれねやっぱかかってくるんですよということでですねあ,あの実際には自動車の税はですねあの あの税としては12万ぐらいです上,上の、まあ、ここちょっとややこしいから飛ばしますけど税としては12万円ぐらいなんですけど、うん、自動車を持っている維持費だけでですねガソリン代とかも含めて40万ぐらいかかっちゃいますよという話なんですね。ということで見ていくとですね、まあ、年額、そういう形で単身者であれば200万台そして4人家族であれば600万円台が埼玉でかかるよって話なんですがそれを時給換算しますっていうのが一番下の表です、時給換算。 時給換算してみると、一人暮らしだったら、まあ、このリビングウェッジは、えー、車を持ってなければ、1110円の時給をもらってたら、まあ、まあ、生活する中でもう、まあ、それなりの人間らしい生活ができますよ、<ー>という話なんですが、これがですね、今の時給の相場からすると、単身成人とか、大人一人だとかで、 やっていく場合子供一人大人一人子供一人でやっていく場合は1000円台とか1300円台なんでまあ、街中で埼玉だったらもしかしたら見る数字かもしれないなって話ですよねでもじゃあその2人大人2人だとか、えー、大人1人子供2人とかそれ以上の生活をしていこうと思うと必要な時給っていうのは1700円台であったり 1900円台であったり2000円台であったり2400円台だったり3000円台だったりするわけです。うん、ということはそういう仕事に就かなきゃいけないと思うんですよね。携帯代だとかも含めて、うん、いや生活していこうと思ったら。うん、ということはこれもうこの部分になってくるとどんどん普通の非正規だとかでは無理って話になってきますよね正社員じゃなきゃ無理っていう話。うん、そうまさにコメントもそう正社員じゃないか、はい という話でやっぱりねこの辺を考えたら非正規では家族を養っていけない家族を生活させていくにはですね無理っていうことなんですよだからやっぱり最低賃金も上げなきゃいけないとか正社員化を進めなきゃいけないっていうことなんですよね。ささっっき言ったように皆さん最低賃金は結局詰まるところ私たちの生活を 基準に豊かな生活を基準に定められていいるものじゃないわけですまあそう,ですよ、ね、そうむしろこういうリビングウェッジっていうものの方がちゃんとそ,のそれでも最低限なんですよそれでも最低限ですあの人間らしい生活を,をしていくお金っていうのが、まあ、こういう数字として出てきますよということをです、ね、ぜひ皆さんこのリビングウェッジね、まあ、これベーシックインカムよりリビングウェッジじゃないですか、うん そうリビックウェッジのねこの考え方っていうのは僕はもっと広めていきたいしいこ,れ、ね、これが支持率上げる聞いたっていてするとうございますそんな気がするしんとなく分かってる話とかじゃなくてちゃんとこう計算すると怖くなりますね。うん、そうなんですよ うん、今の時給でも、これ計算すると、単身で月十万から二十万つく、足りないですよ。足りない。足りない。う<わ>そうなんです。いや、これしっかりやりましょうよ。いや、これいいんじゃないですか、リビングリッチ。データ。ね。あのー、皆さんは、その。もう若い世代は、ストライキって。経験したことがない人が、もう。ほとんどだと思うんですよね。み、目にしたことすらないみたいな、ね。ただ、あの、日曜、あ、日曜日じゃ。 毎日朝 NHK だとかでワールドニュースっていうのをやってますけどフランスとかイギリスはストライキしまくりですよねでこの前はあのアメリカのハリウッドでストライキがあってトム・クルーズが来れなくなったって話がありましたけどそういうふうにやっぱりあのストライキをしてあのやっぱりここの待遇じゃゃやっっててていいいけないっていうととをちゃんと声を上げてるん声げるですよでそういう声って日本では実は本当に声が上がらなくって。 あでですね、イギリスの場合はストライキ、今年の6月、なんとですね、今、その昔、えー、国鉄、あれ、出てくるかな、えー、さっきコメントで国鉄のストライキの話、あ国鉄のストライキはひどかったなっていうコメントありましたね、ありがとうございますそうなんですよ、あのイギリスではです、ね、ストライキも多いんですけど、今年の6月に法律ができて、僕、ちょっとここはあの労働党、保守党、どういう判断したかっていうところまでつぶさには知らないんですけど、 ストライキを打ってもいいんだけどもでも最低限の公共サービスは維持しなさいっていう法律がでできたんですよね、うん、だから権利は主張していいけどなんかこう本当に世の中が困るような世の中の動きを止めるようなことをしちゃダメよというような法律までできたというふうなことなので、まあ、そういう意味では我々もまあバランスを持ちながら主張すべきところを主張するっていうところもこれは大事かなと。 そんな話をしていたらもうあっという間に朽くじゃないですか。すみません明るくできたんでしょうかこれは僕は。今の話はたこれをさっきもコメントだったんですけどやっぱりビッキーの政策論としてどういうような形でこうぶつけていくかみたいな話はこの話。うん、まあそれだと,と田舎ではカタカナはあんまりわからないかなっていう。まあね <laughs> だけど。呼び方とかね。でもね皆さん本当にいや僕つくづく思うんですけど経済ってあの。 経経済済化化してなかったものを経済化すると GDP がやっぱ増えるわけですよで、そうするとあらゆるものを市場化することによって確かにこの国の経済っていうのはどんどん拡大していくんだけど一方ではそれは個人を契約関係に置いてしまうのでどんどん孤立化していってるっていうのはやっぱり事実だと思うんですよね。例えば僕は人人家族ですけどその5人が 家族ではあるんだけどババラバラに住めば一番 GDP が高くなっちゃうわけですよでそう考えると結構皆さんあの今まであのプライバシーだとかも含めてその、ね、自分の好きなことをそれぞれの人がやるってことでどんどんこう一人一人があの市場化されてきた中で一方ではこう孤立してしまっていて誰とも力を合わせることなくう与えられた条件をただのみ 飲むししかないといとうそれは労働条件にしろですね住む場所にしろほとんど誰とも相談できずに選択実は狭,まれて狭められているんじゃないかというところもあると思うのでそう孤立対策孤立政策というところは本当僕はあ,の、まあ、ある程度経済を、ね、こう広げていくために、まあ、社会化をしていくというのは必要なんだけども。 まあ、それでも、この、それによって起きてしまう孤立や孤独や。力を合わせて戦うってことができなくなっているっていうことに対しては。そこを何とか、こう、力を合わせられるようにしていく必要あるのかなと。はい、いうふうに思っております。ありがとうございます。今日は実はですね、昨日、あの。河野大臣に。に。河野大臣って言ったら、もう、あの。マイナンバーカードの話ばっかりなんですけど、それだけじゃなくて。ええー、霞が関のね。 霞が関の役人の皆さんがこういうのを出したんですよ、国会業務のさらなる効率化に向けてということで国家公務員のさらなる働き方改革に向けた有志一同8月1日版というのを出しましたでえ、僕も今日このメンバーの方々からですねこの件について説明を受けましたああ、はい、やっぱりあの国会改革っていうのはこれ与党、野党がしっかりあの一緒になってやらなきゃいけない。<laughs> なのであの、まず議員からということで、やらなきゃいけないと思ってますんで、あのまたこれ、えー、いずれ詳しく中身あの、皆さんに説明をしたいなというふうに思ってますあの、国会質問の通告を早くする、当然のことだと思うんですよね。大丈夫ですか <laughs> 水<を>ちょっと喋 のど中入った <laughs>、はいその、例えばですね、ただ、えーと、数年前なんですけど、あの国会の日程の26%ぐらい、4分の1ぐらいがですね、結局、決められたその前々日までに、委員会が、あっ、すごいです本当に雨が来ました。<laughs> あのあるのど飴が来ました。ありがとうございます。あ、水も来ました。お水も来ました。さすが流角さんよくわかりましたね。<laughs> 河野太郎でむせた。はい。ありがとうございます。あやさすがります。なめたらかん。ちょっと延長してでも喋ってください、ね。<laughs> ということで、あの実はその委員会の日程がやっぱり決まらないことには。 質問の通告もできないいっていうのもやっっぱあったんですよね、うん、なのでそこをやっぱり委員会の質問を早く決めるで、まあ、僕なんかはもうあっていいんじゃないかなと思うのは、まあ、本当にその役所の何時までっていうのは今明確に僕も役所に聞かなければ、あのー、一番最適な時間帯っていうのは言えませんけれど例えば必ず与野党はどんな状況であれ 例えばですよ例えばだけど午後2時までに与野党協議がまとまらなくって委員会を立てられないとなったらもうその日はもうそれ以上立てられませんと夕方5時に急に委員会を明日の委員会を決めるとかもできませんというふうにするとかですねで午後2時までに例えば委員会のセットを決めたら今度は質問者は午後5時までには必ず質問を出さなきゃいけませんというルールにするとか。 でそれ以上は受け付けませんとうん、うん、とか、まあそれぐらいのことはあってもいいんじゃないかなとはやっぱでも思いますよね。うん、よく国会で夜中までやってる時あるじゃないですか。キーとかなんとかってあれどうなんですか。うんうん、え、<の>国会の質疑？うん。例えば言われとこ質疑とか採決が夜中になったりとか。ああ<ー>、ううまあね。うん あの実際に質疑採決がややかになっている場合に、まあ役所にどれぐらい役所の多分仕事のピークは質問の答弁書を作るところがピークので、実際に委員会が始まっているときは作っているときほど負担ではないということですよね,あね。ですだからその日程闘争によるさっき言った、うん、まあさっき日程闘争で何っていうのはさっきのあの説明ですよね。だからその中で、あ,あそうか質問を いやこれね皆さん、日程闘争っていうと野党が攻めて与党が守っているみたいなふうに皆さん思いがちですけど全然そんなことなくてあの与党の方も本来であれば野党の出した法案もちゃんと審議してくれればいいし空いてる時間がある時はやっぱり委員会も開催してくれてもいいんだけどやっぱり与党さんは与党さんで全然、 自分たちの法案しかやってくれないというととうころもあるわけですん。で野党の方はやっぱり、あのー、国会で少数だからこれまでは特にですよ国会で少数だからということで与党の方が日程的に厳しくなってくると上与党が譲歩をするっていう、まあ、そういう歴史があったのでなるべく日程が厳しくなってくるとお与党野党の こう交渉がようやくあの土俵に乗せてくれるみたいなところがあってまあだけどとにかくあの国会のね議論っていうのはとてもあの尊いものではあるけれどとはいえその負担を全部役所にあのしわ寄せするっていうのはこれやっぱりもう今の時代違うと思うのでそこはあのどういうやり方があるかっていうところはですね あのいろいろとまた今度詳しく皆さんにお話をしたいなというふうに思っています。うん、はい。ありがとうございます。はい。もうちょっとねこれ21時過ぎておりますがもう最後にこれせっかくコメントもいただいてるので簡単な質問をいくつかもうちょっと軽いとこで資本、えー、ちゃん元気って言って。がん<ー>。元<気>いやこれがですね。えなんかあるんですか。いやあのー、やっぱりうさぎちゃん。<laughs> うさウサギ。えー 家族も調べたんでしょうけどうさぎってねあのドッグイヤーの場合のラビットイヤーっていうんですかね、うん、今5歳ぐらいになるのかなもうね人間でいうと60歳近いっていうわけですよあ<ー>あもう僕を上回っちゃったかーと思ってですね、えー、すで最近まあ暑いからかもしれないけどよく床にこうペタッと伸びてますよね。あの 餌をあげる音が聞こえると走ってくるんですけどなんだけど結構ペターンとあの冷たいところに寝そべるっていうのが最近増えてんなみたいな<ー> <laughs> あちなみにオスです、はい、オ,スオスです。 はい、ありがと、うございますあとこれはちょっと夏休みの話、先週、確かサマーあのソングという話があったんですが、えー、国会のおいしさを伝えたい草食動物のおばさんと、こんぺきさんから、夏休みの話、あ、三、ま、マさんから、えー、夏休みの話、夏休みの宿題はすぐ終わらせましたか、最終日まで残しましたか、計画通りに終わらせることができましたか、うちの小学生は順調に終わらせていますということですが、どうでしたあるほどねねああああののの村村ははりました まず一日の過ごし方のなんかあれ作るじゃないですかこの棒,にな棒グラフみたいになってて<ー>何時から何時までが勉強とか遊びとかねそういう意味でやっぱりできる限り勉強時間を少なくして集中してやると。で調子のいい時はソロで先金でもどんどん土地まであるんですけど。うんうん あんまりそうだなでもそんなに後の方にバタバタするっていうのは嫌だうなやっぱり先にやって存分に遊びたい方だったかもしれないねちゃんと締め切りがあってありましたけど締め切りは守る方ということですねどうだったかなあとあのミーマさんは夏休みの思い出エピソードを教えてくださいということですがまあサマーソングの話もあったけどどうですか まずね誕生日を誰からも祝ってもらえないって言ってる友達ね友達夏休み中なんで家族は辛うじて祝ってくれるんだけど友達から「おめでとう!」って言われたことがまずないっていう感じはありましたね、うん、あとやっぱね僕はちっちゃい頃からあの歴史とかがやっぱり好きだったんでやっぱり8月15日にはとかもう8月6日とかも小学校ぐらいの時から一人で一人でというかあの あのテレビ NHK がついてて黙祷になったらやっぱり黙祷してましたね。え本当にあとさ、えっき、と、のコメントの中ですけど前原さんの話が出ましたが前原さんって同じ京都ですけど何かエピソードってあるんですかっていうあのね <laughs> あのそれこそ僕に立候補しろって言ったのは前原さんですよね。あれ前言いませんでしたっけこれ 僕は福山哲郎さんの秘書を2年半ほどやってでその時に僕はもともとやっぱりこうすぐ議員になりたいとは思ってなくてあの政治にもっとみんなが関心を持ってもらうようにいろんな取り組みをしたいと思っていて政治の世界に入ったんですね。でいろんなこう投票率を上げる活動だとかっていろいろやっててでも秘書をやりながらそういう活動もやってたんですけど限界が。 ちょっと感じたので民間に行こうかな民間に行っていろんなまた手法を学びたいなと思ってそのリクルートのあの面接を受けたわけですよそうで受かったんですよでもうすみません行くことになりました今でお世話になりましたって言ってえ行く準備をしているときに立候補しないかっていう話を前原さんが持ってきていう言い方するとんですかいやあの呼ばれて目の前でケンタ うんあの京都さんから出ないかと、えー、いうことですね、えー、うんいや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 ごめんなさいもうあの決まってますんでみたいな話した時に「逃げる気か?」って言われて「<laughs> お前逃げる気か?」って言われて <laughs> そうそうそうい話。逃げるっていうことじゃないんですけどみたいな <laughs> うんなるほどね、うん、それで何日かの気がいやーなんか、ね、3回ぐらいやっぱり説得が

あの何人かの大人の方々が出たいけど出られなくなったもの見てきた見てきたね有能な国家資格を持っている人なのに家族が反対にあっちゃったとかもうあと5年前に声をかけてくれたら出たのにっていう人とかいっぱいいたわけですよ。でそう考えた時にああこうやって当時25歳の若者に「え出ろ」って言ってくれるっていうことは。 もしかしたらこれれが最後かもししないい、まあ、とは思いましたよね,ね、うん、だからまあ言ってくれるっていうことは僕自身がわからない何かがまた感じていただいたからそういうことを言ってくれるんだろうと思った時にもうあの自分の判断だけで決めるんじゃなくてむしろそう言っていただいたまあそ,のその人を信じられる人がどうかっていうのもありますからねおかしなことに乗っちゃいけないけど。 あこの人がそこまで言ってくださることであれば、それはもうあとは自分の責任としてチャレンジしようみたいな、まあそういうことですよね。はい。いやありがとうございます。あのエピソードとしてすごく心の響くエピソード、感動だというコメントもたくさん。でもね、もう一つなんか福山さんの話をやってたのに前原さんのエピソードでいいのかと。いやそれ誰も誰も言ってない。いやいや福山さんとのエピソードで言うと、それこそ福山僕が学生の時ですよ。その福山さんが 僕がその災害ボランティアでえ学生たちが動くのでバスを調達してくださいって言った時にバスを調達してくれたのが福山さんで,でそれはそれで終わったんだけどその後にね今でも忘れていない確かあれは京都の烏丸田町の交差点五所の近くです。に福山さんがまだ国会議員じゃない時に。 福山さんの運転する車の助手席に僕が乗り、福山さんが雨がザーザー降ってて、なぜか車を道路脇に停めたわけです。そこで一緒に政治をやらないかって、まだ学生の僕に言ってくれたのが、まあ実際にこの世界に入る。 まあきっかけでしたよねあののの雨雨結構ななででしたかかからねね、うん、もうううっっっててていいいい音とにに僕はその一緒にやって政治を変えないかこの国を変変ええこ国福山さんね福山さんこれがまたねこれがまたねー あ,のね、あんまりなんて言うんですか福山さん、まあ、もしかしたら明るく結構皆さんにお話してるかもしれないんですけどあの、まあ、そんなになんて言うのかなあの積極的に愛想を振りまいたりはしないタイプに見えると思うんですね。<laughs> だけどというか本当熱い人で僕がそれこそ福山さんの事務所からね独立をして。 何年かの活動へで当選して国会でその当選証書を受け取って初登院をしてでその後に福山さんの事務所に挨拶行ったんですよ多分こういうのってこっち側しか覚えてないような話で,で先輩はもうああそんなことあったかなみたいな話かもしれないんですけどその時にね前原さんがねあじゃあ福山さん福山さんが「俺の言うことを聞く必要はない」って言ってくれたんですよ。 でこの世界だとよくねその、まあ、要は師匠と弟子みたいな関係だから<ー>、ね、自分が派閥を作ろうと思ったらまずお前俺の派閥に入れ的なことを僕、まあ、言うのかなとも思った<ー>思ったんだけど真逆で一人の政治家になったんだから大事なことは自分で決めろ<ー>それを俺は見てるっていう,ふう,うもうなんかおおって思う。えー その後茶髪にしたんですねってコメントが茶髪は落成したでら茶髪は落選した時ですから黒髪になった黒髪になったことですだからね福山さんってそれは党の代表選だとかにもこれまでも何度も代表候補の側近としても活躍してきた人なんだけどある意味僕に何かを強制したことは本当なかったですねないんですよ だから前原さんはあ,のある意味、本当に親分として、えー、部下を養う兄貴だし福山さんはお前、頑張れよっていう背中を押す兄貴だから仲良くしてね、2人とも。 山野井,井さんはね、もうなんかごめんなさい、時間延長してますから、もうもう言っちゃいましょうか <laughs> いや山野井さんはですね、えー、僕がさっきこの世界に入ったきっかけということで言うと、もう一つのきっかけは、立命館大学で授業を受けてるときに、臨時講師で来たのが山野井和則、高齢者福祉研究家、山野井和則ですよ。え 日本の高齢者福祉世界の高齢者福祉という岩波の本を出して10万部売ったベストセラーの社会福祉研究者として立命館大学に来たんですよ10万部売ったんですかそ<う>岩波で,で全国で結構講演とかしてて、うん、これで僕もその授業を聞いてもうもう目から鱗だったわけですよこれ前も話したかもしれないけど山井さんがあの。 あの教授の講演台のところであの実際にあの福祉施設で実際に高齢者施設で特用で使われていたいわゆる高速の服ですね上と下にジッパーがついててこうチャックがゲーッとなって最後ここで鍵を閉めるわけですよ。でおむつを取らないように 認知症になってもうよく分からなくなってしまった高齢者がおむつを取って周りを汚さないようにするためにそうやって全部鍵をかけて場合によってはもういわゆる拘束ですよねもうこうやって縛ってた時代があって今でも時々そういうのってねあの障害者の生息で問題になるケースありますけど昔の日本の福祉っていうのはこれだけひどかったんですよ。 でそれを山之井さんがまだあの介護保険ができる前です2000年の前です、うん、僕が授業を受けたの山之井さんがその実態を「こんなひどいんですよ!」って僕らの前で学生たちの前で熱弁してでなんてことだとこの国はもっと先進国で豊かかと思ったけど高齢者がこんな目に遭ってるんだって思って山之井さんに講義が終わった後に僕は話しかけに行くわけですよ。<ー>先生すごいい話聞かせていただき きましたとこれ何とかしなきゃいけないと思うんで「僕ができることがあればお手伝いしたいんです」って言ってでその時名刺とか頂い,いてじゃあいっぺん僕の事務所に来てくださいみたいなんですね話になってで京都の宇治にですね 山井さんのの事務所っってていうのがあって僕は原付でですねブーンとこうえ京都のまあね実名館大学から行ったら1時間ぐらいはもっとかかって1時間半ぐらいかかったのかな原付でその山野さん事務所に行ったんですよそしたらそこがなぜかこう選挙事務所っぽい雰囲気だったんですよ。な外に山井和則とかポスターが貼られててえと思って「であどんどんこんにちは」って言ったらなんかすでに学生さんがいて。 何人かボランティアですっていう人たちが福祉の僕らも福祉を良くしたいと思うボランティアなんですっていう学生さんたちがいるんだけどその学生さんたちがなんかテキパキと手分けをしてはいってこう紙袋を渡してくれるわけですねその中にポスターが入ってるわけですよじゃあ貼ってきてねみたいな話であれとあれなんかであの時々勉強会はやられてると福祉の。なんだけど みんなその専門家たる山野井一典さんを国会を送り出すんだっていうことですでに学生たちで燃え上がってるメンバーがいてじゃあ泉君もそこに入ってねみたいな感じでなのである意味山野井さんが最初に政治の世界に引き込んだ人かもしれないですけかその後は1回山さん落ちましたその次に当選したんじゃないですかね。 で僕はあのそこで山野さんの活動にもすごいなとやっぱり活動というか山野さんの話にやっぱり惹かれたし山野さんやってるのもすごいなと思ったんだけど結構学生がすでにたくさん来てたこととうもう一つは立命館からうちってやっぱ遠いんですよ原付でブーンって行くのが遠いんで、ね、これ遠いんで山野内さんにある日「仲間いませんか?」と「誰か仲間いませんか?」もうちょっっっと立命館の近くでって言ったら 福山さんを紹介してくれたんですよ<ー>じゃあそこ行ったらどうとでそれが実は福山さんと繋がったきっかけなんだ山井さん福山さん前原さん背中でそういう順番順番うう一番最初に知り合ったの実は前原さんあそうねこれはもう全く知り合ったとも言えないぐらいで当時日本新党がなんかブームだったんであ,<ー>あのー、大学入った途端に なんか政治が好きな先輩が何人かいて前原さん事務所に連れてかれたっていうのがあったんですけどそれはでもそれだけで終わったんでそんなに知り合ったってほどじゃなかったんですよね知ったって感じだよ知った前原さんを知ったっていう感じ。 うん、いやっきっかけってわからないからね。今これにこにこご覧になって、皆さんでもね。今日。もう十万書いてる、そう,そうそう、じゃあ書いてる、書いてる。ううかありがとうございます。本当に、だから、そういうきっかけってね、ニコニコから始まってもいいじゃないですか。ええ<ー>、じゃあ、増えてほしいからね。いや本当だ。そんなこと思いました。いや、いや、いや、もう、延長、延長で恐縮ですが。松井浩二さんはですね。あの<ー>、はね。あ<ー> <laughs> いや、いや,いや、いや、これね。松井浩二さんはもう、だって、もう、それこそ、ね、あの、僕がもう、チャレンジし始めて。 からその後に前原さんと福山さんがすごい人がいると同じ京都でっていうで一緒に政治を変えたい世界を変え日本を変えたい人がいるっていうことで松井さんがもうそれはもう国会の中で前原さんや福山さんと相談いろんなやり取りをしてで京都に来るっていうぐらいで僕はようやく知り合ったぐらいな人ですよね。でももまああとにかくく最初のの松井さんはもうあの固くて有名もう 若い岡田克也みたいな <laughs>。って言ったら松井さん多分怒りますよね <laughs>。松井さんすみません。<laughs> 悪気があるわけじゃないんですけど、あのただねあの京都のホテル松井の御造紙というかあの次男さんで、えー、優秀ある旅館さんで、えー、でねあの経済産業省に入っての方ですからとてもあの優秀な方だったんですけどあの。 その松井さんがやっぱり最初に選挙に出るときはとにかくみんなでそのカチカチな官僚の松井さんをポコポコ,ポコポコ叩いてポロシャツを着せたりとかなんか可愛い子供を抱かせたりとかまあそんなことをあのみんなで一生懸命やってましたねやってたやってた政策よりこういう話でもね松井さんは本当あの優しい人で。 そそれこそもうまあね短期間でしたけどというか松井さんからすればすごいもう集中して取り組んで官房副長官もやってですからあの常に控えめで常に全体を見て全体の最適解を導き出すということをやっぱり政権の中でやり続けた人なんですけどまあそれで引退をした後にですねあのもう東京で生活を始めて大学教授になったりしてたんだけど。あの 僕はその後ね何回も衆議院選挙あるわけですよ、うん。で衆議院選挙の時にね選挙カーから手を振ってマイクでねマイクパフォーマンスをやって「よろしくお願いします」とか「です」ってやってるうちに「泉さん!」って話があって後ろからなんか怪しい車がつけてきてますみたいな話で「相手陣営か!」とかって言いながら。 でバタンって降りて歩いてたら松井さんが自分で運転しててで頑張れよっていう声をかけてくれた追っかけてき何回角を曲がっても後ろついてくるんでこれは確信犯で絶対ついてきてるよなって話でそういや全然普通の車だったんです。普通の車だった でも、ね、松井さんがそんなふうにしてくれるんだと思ってねその自,分の自分で車を運転して何度も何度も上がりながらそう,そうお茶目な面があったなっていう。 話ですね。いやありがとうございました。これ朝まで生ケンタになるパターンだから。ちょっと改めて。ねあのねあのいろんなタッチポイントでいろんな機会でねこういうのもやっていきたいと思うんですが。そうですね。はい。今日のところはこれぐらいで終わろうかなと思っておりますが。えっとあそうそうアンケートやりましょうアンケート。ああ。はい。ありがとうござます。お願いします。全然低し高かっすごいよね。いやでもね皆さんこれそういかにいかにさらに視聴者を増やせないか。 カーと考えてまして、皆さんそんなアイディアも募集します。ぜひぜひよろしくお願いします。あのツイッターのコメント欄ね、いろいろと,かいとにかくね、そう立憲民主党はもっと仲良く見せることが大事ですね。いや <laughs> 見せると <laughs> はでほ仲良さを見せるってことね。ううと仲良さを見あちなみに皆さん、私もあの一応今ですね、えー、9月には、えー、いわゆる外交を野党外交ですが予定をしています。今訪米、うん、ああと8月の下旬に、えー、ベトナム、うん にも行く予定してますやっぱりあのベトナムやインドネシアやフィリピンはあの日本にとってこれから非常に大事なパートナーですね。であのベトナムは政権がね共産党ですけどあのその意味では非常にこう市場経済だとかも、まあ、理解をしているしあの共産党の中では非常にこう明るいあの体質を持ったあところもあるので、えー、これまでもですねかつて民主党がこうあの 党間交流っていうのをやってきてたんですよね、うんうん、ベトナム共産党と協定を結んで,、うん、で、これを改めて立憲民主党でもやろうという話で、はい、あの決してあの向こうではしゃいで、こはでね、どうもしませんので、はい、あのそこは、はい、ちゃんと仕事をしていきたいと思います。 とても良かった74素晴らしい、ね、い,しいやでも本当に良くなかったやあまり良くなかった皆さんも本当にありがとうございます、うん、また,そう,うたそういうお話も皆さんからぜひ、ね、アドバイスをいただければと思っております本当にあの立憲民主党仲間にはあの本当に明るい仲間も政策に明るい仲間もいっぱいいますのでもっとその良さを伝えたいですね、伝えたい伝えたい、たいもっとその良さを伝えたい。 ちょっとすみません、塩村さんの件ってどうなんですか塩村さんは、僕もつぶさには、ちょっとですね、なかなかこれは基本的には参議院のまず会派と、今幹事長の方で対応しているところなので、そういうものの状況をよく見ながらということになりま党内のこともいろいろ改善することがあればするべきだと思いますし、その辺は取り組んでいきましょう。はい まあでもね、あの昨日もちょっと別件で、僕はやっぱり、志村さんにいろいろ仕事をしてもらいたいと思って、ふ、えーまあ、普段からそうなんですけど、うん、今度もですね、えー、女性の活躍のことで、ある会合が国会内あの、閉会中ですけど、開かれるので、うん、そこにはあの党を代表して、志村さんに参加してもらうということも、うんえー、この前。 約束をしてもらったところなので、どんどん引き続き活躍をしてもらいたいなと思ってます。はい、ありがとうございました。はい、最後まで皆さんもお付き合いいただきましてありがとうございました。次回は8月の23日、はい、これお盆とか挟んじゃうんで、決してね、あの、はい、後半になっちゃうんですが、8月23日水曜日20時。 の予定でやらせていただきたいと思います、うん、えまた皆さんとねちょっと夏休みまたいろんなエピソードが出てくると思うし二十三日にまた新たな企画をね、うん、考えていきたいと思う、うん、皆さんこのリビングリビングウェイジこれを改めてねあ、はい、改めてリビングウェイジこの考え方をぜひ知ってもらいたいなと思います改めて はいこの言葉はいありがとうございます。今日の言葉リビングウェッジでよろしくお願いをしたいと思います。ありがとうございます。では和訳してほしいって言って書いてあるけど生活賃金生活賃金生活賃金生きるための賃金と言ってもいいかもしれませんね。はい生活賃金と言います。 はいということで、はいえー、また二十三日ちょっと飛んじゃいますけども、えー、夏の間にいろいろまたエピソードも、えー、蓄積しながら頑張ってあの次の番組も、えー、お願いしたいと思います、えー、本日は最後までありがとうございましたまたこの番組でお会いしましょうありがとうございましたありがとうございました。